大沢健二です、今回ですね、皆さんにお伝えしなくちゃいけないことがありまして、僕のチャンネルの方で、ずっと活躍していて、ご覧になった方も多いと思うんですけども、ビッグジョー、お腹でパンチ受けたりとか、はいはい、結構こういろいろなことにチャレンジしてね、はい、で皆さんに愛されたあのビッグジョーがですね、ちょっと皆さんにちょっと改めてご報告しなくてはいけないことがありますので、ちょっと改めて、報告させていただきます。ビッグジョーことジョー・ハリス、近いうちというか明日になりますかね、プロレス団体で優勝することになりましたついに出た、使ってくれるところがあった。明日ですよね、明日すごいですね。いやすごいですね、はい、いや僕もびっくりしたんですけど、はいはい、あのハードヒットというね、はい、団体で、はい、皆さんがご覧になるためには、はい、ニコニコプロレス、はい、ニコニコ動画、プロレス動画みたいな、ニコニコプロレスっていう、はい、ニコプロというところで、はい、生配信されるみたいなので、はい、ぜひね、はい、土曜日の、はい、4月30日、12時、はい、半から、はい、ニコニコプロレスで中継されるプロレスについについに対戦相手がすごいですよ、はい、誰なんですか。タッグなんですけど、はい、シュレック関根が対戦相手にいますね。おー、あの雷神で、雷神でおなじみの、はい、あの昭和なめんなの、はいはい、昭和なめんなの、はい、チリチリのおじさんですと対戦するんですね。対戦するんですよ、はい、あのおじさんの鏡、はい、48でしたっけ、48ぐらいじゃなかったでしたっけ、48ですよね、はいはい、これね、いやもうこのあのこれですね、あもういいとこにいるじゃないですか、いいとこにいるですよ、はいはい、すごいんですよ、はい、本当にジョーが、はい、あの戦うので、はい、なんかあのまず1回目はなんか柔術のエキシビションらしいんですけど、はいはいはい、タッグで戦うので、はい、まあこの次のね戦いでどういう戦いを見せるか、はい、それによってそのジョーがこの先ね、はいはい、プロレス団体とどういう付き合いになってくるのっていうのはちょっと分かんないですけども、はいはいはい、爪痕さえ残してくれたら次があるかも、はい、もうジョー自体はもう、いつでも準備できてますので、はいはいはい、まあ、このここでね、はい、爪痕残してプロレスに、はい、まあ、だから僕のイメージでいくと、はい、シュレックスなんて今、うん、ライジンヘビー級で今最強ですよね、はいはい、日本人、はい、日本人で今ライジンヘビー級最強で、はい、まあこの前香坂さんがね、うん、引退試合で勝ってたんで、うん、結局こう惜しまれるのは香坂さんと、はい、アラフィフ対決しなかったことなんですけど、はいはいはい、うん、そのシュレックさんって、柔術の全日本王者なんですよ。あ、そうなんですね、全日本を何連覇かしてるんですよ。はいはいはい、無差別とかで。はい、だから、雷神でもナンバーワンなんですけど、はい、柔術でも日本一なんですよ。うん、はいはい、無差別で。はいはい、その、関根さんに対して、僕、女王は結構自信ありますね。はいはい。あ、いけると。いけると思いますね。だから、はい、エキシビジョンなんでね、勝敗、はい、おそらくつかないと思うんですけど、はいはい、充実であれば、はい、ジョーがね、うん、僕は上取って、はい、これで抑え込んでね、はい、これでこう肘の背中から、はい、上取って、はい、腕十字で、はい、ジョーが勝つんじゃないのかなと思ってますけどね。ジョーの充実のこう腕前というかスキルはどのぐらいの感じなんですか。充実の好きです。青帯です。青帯、あ、でも青帯ですよね。そうだそうだそうだ、青帯ですけど、はい、重さ尋常じゃないですね。そうですね。どのくらい体重差あるんですかね。関根さんが115とかそんな、はいはい、
だったじゃないですか。で、ジョーが190じゃないですか。だから、70ぐらいは、80ぐらいあるってこと、はい、はいはい。75ってすごいですよ。はいはい。そうですよね。75ってすごいですからね。はい。だから、漢字の重さは一緒ですよね。はい。そうですね。だから、乗られたら多分きついはずなんですよ。はいはいはい。だから、それなら、はい、僕は、ジョーが関根さんから取る可能性あるなと思うんですけどね。はいはいはい。力もありますからね。はい。その代わり、うん、優しい。ジョーがね。ジョー。すっごい優しいんですよ。本当に優しいんで。はい。で、僕、ジョーってあんま本気出したことないと思うんですよね。言ってましたよね。はい。はい、なんか、今までの対戦とかでも最初めっちゃウケるんですよ。はいはい。で、受けて受けてるうちに、自分が逃げ切れないところまで受けるんで、それで、はい、取られたりするんですけど、はい、僕、ジムとかでもそうなんですけど、はい、本当に体の大きい人って、はい、本気出すと、はい、みんないなくなっちゃうんで、はい、もう本当に鬼みたいなんですよ。はいはい、鬼が、はい、人間の社会に放たれたみたいな感じで、はい、本気を出すと、みんな人間がいなくなっちゃうんで、はい、人間社会で生きていくために、ジョーもセーブするんですよ、ね、そう手加減を覚えてるんですよはい、はい、でみんな僕が知ってる体の大きい人たち、はい、みんな本気を知らないんですよ、はいはいはい、自分の本気を知らないで、はい、どっかで本気を出したいと思いながら生きてるんですよ、はいはい、でジョーも、はい、そんな感じなんですよ。今回解放するかもしれない。おそらく解放すると思いますねそれこそ本当の、はい、ビッグジョーンなんじゃないですか、はいはい、本当の意味で、はい、それからアングリージョーが出るかもしれないですよ、ね、はいはいはい、ジョーアングリーかもしれないですけど大田、うん、さんも行くんですよね。僕も行くんですよ、はい、何ですか、はい、あれみたいな感じで行きますよ、何ですか、若松ですか、あ、そうですか、若松みたいな感じで、はいはい、カメカメっつってシュレックカメベルト取って締めたりとかねそんな感じで行こうかな、もしかしたらじゃあ見切れる可能性もあるってことですね、どっかでね。どうすかね見切れると怒られそうなんで出過ぎだろうと思われるし、はいはい、でもマジでジョーがこれでうまくいってね、はい、プロレスにね、はい、継続参戦とかしたらマジ面白いですよね、はい、めっちゃ面白いですね、めっちゃ面白いですね、はい、分かりました。ほんとこうプロレスとか、はい、ジョーに興味のある人はね、はい、ジョーの本気が見れると思うんで、はい、ニコニコプロレス、はい、ニコプロの方で、はい、ぜひハードヒット、はい、4月30日ですね、はい、アーカイブも残るんですかね、多分残りそうですよね、はい、残っ、はい、ちょっとそれは定かじゃないですけど、はい、まあちょっと調べていただいて、はい、アーカイブ残るようだったら、うん、ぜひご覧になってほしいなと思いますね。で、試合の後に一応報告会みたいなジョーと、はいはい、お届けしてくれるということで、そうですね、はい、どうだったっていう、ね、はい、ところの話とか、はい、ちょっと聞きたいなと思いますけど、ね、わかりました、はい、はい、では今日この辺で、はい、ぜひジョーを楽しみにしてください。ありがとうございました。